疲労装置に関するディスプレイとは、先ほど2名の患者さんの重粒子線の初回照射が無事に実施されました。明日以降も1日1回、3週間で計12回の治療を実施する予定でおります。本日は初めて放射線の照射治療を受けたわけなんですが、それとか内だけじゃなくて照射をされてるというふうなこともわからないぐらいの感覚であります。で、その X 線画像とあらかじめ撮った、その理由の計画を。